枝野幸男前代表は8日の衆院予算委員会の集中審議で、自民党派閥パーティー権に関する裏金問題に触れ、枝野氏は、問題はキックバックを政治資金収支報告書に記載しなかったことにあると強調しました。ノルマを超えた売上があった場合、収支報告書にパーティー収入として計上する。頑張って売ったから、その一部または全部を、何らかの名目で事実上、売った人に戻す。戻した資金の移動も収支報告書に載せる。我々もかつての政党では、そうしたパーティーはあったと明らかにしました。その上で、自民党派閥のケースについて、売上をパーティーの収支として報告しない、キックバック分の収支も載っていない。それは裏金になると指摘し、裏金で政治資金として報告されていない金は、一般的には雑所得だ。報道されているような1000万円レベルであれば、所得税申告していなければ脱税になるとの見解を示しました。